で聞くんですか。答えだよ。目いっぱいやってた。池田インソイス。Thank you.
簡単に、バンドメンバーを紹介したいと思います。ですね、ドラマーが津村君です。なんか一人だけちょっと小綺麗な格好してるのがちょっとイラつくんですけど。いや、イラつくわな。そうだな。演奏で声カッパ。かっこいい。探す。ということで。じゃ次に、ベースの石橋さん。我がメンバーの中で最年長ということで、まあ取りまとめ役をやってるのかなっていうという感じです。とで次が高校のフリーター、本間宗太郎です。青山に、青山に、青山のイオン。何も喋らないっていうじゃあ次は私が小田切と申します。よろしくお願いします。僕らブルースバンドなんですけども、ちょっと音量ね、うるさい感じかもしれないですけど、これからだんだん下がっていくってよくわかんない変にします。ということで、まあちょっとまだ音量がでかいんですけども、次の曲もブルースの曲で、マディ・ウォーターズの曲で I'm Ready という曲です。じゃあお願いします。There's anybody coming. There's 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 anybody coming. There's
持ち込み型のお店なので、やっぱ自分の楽器を持ってきてその歌詞スタジオで練習するんですけれども、まあそうすると、まあ僕らはこのギターとかベースのアンプを持っていって練習するんですけど、やっぱちょっといいやつが欲しいなと僕思いまして。何の話なの？でちょっと買いに行ったんですね。あのビルボードプレイスまで、うん、そしたらまあ4万円ぐらいでいいアンプが見つかって、それはこれなんですけど、予算は8万円ぐらいでした。で、アンプを持って車で帰るときに、そのビルボードプレイスの
柱に車をガリガリガリってぶつけてしまいまして焦ったんですよね。ちょっとお店の人にアンプちょっとそこまで持ってきてってちょっと偉そうなこと言っちゃったんですね。でちょっと待ってて早めに出すからっつって早めに出そうと思ったらガリガリガリってお店の人が見てる前でやってしまったわけですよ。何の話なんだそれ。それだからもう完全にお店の人お店帰ったらあいつバカだなとか多分すっげえ優しいと思うんですけど、でそれで買ったこの4万円のアンプで今日見積もり取りに行ったんですよ。車ちょっとあの傷ついてるの嫌だなと思って嫌だなと。そしたら8万円って言われました。なんかね、2014年大丈夫かなって感じもしますけれども。俺が払ってる。おおおおおおちなみに、録音してありますからね。録音だからね。なんか言ってくれよ。返事しないでよ。いや、ありがとう、ありがとう。いや、俺がやばいよ、ちょっとモテモテだな、どうしよう。ということで、どういうことなんで結構まあお金かかるんだよっていうことを簡単にお伝えしました。で、次の曲じゃあ行こうかな。なんだっけ、かっこつけてもダメだ。スローブス、スローブルス。次はこれもフレディキングの曲でハブエバーラブ。練習しない、練習しない。ちょ、ちゃんとやろ。へい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 。くだらない話したらちょっと和んじゃったからな。So much it's a simple thing.
じゃあ続いて、だんだん暗くなってますよ、これから。最高です。あれ最高です。ありがとうございます。誰かと思えばロクソ店長さんじゃないですか。今回ね、職務放棄じゃないですか。まあ、さまざまな仲間が集って楽しい夜ですね。で、次はレイ・チャールズの曲です。発音が合ってるか分かんないですけど、レイ・チャールズの曲です。Unchain My Heart。Three, four. Unchain my heart.足でやったせいかもしれないですけど、次で最後です。ちょっと遅く始まって早く終わり、時の過ぎゆくままにちょっとやってみたら、ちょっとカネペンスタイルを乱してみる。ということなんですけど、時間が余ると、違反、まあでもそこはなんとかしてきたんで、今までも。まあ、そうかな、わかんない。そうですね、ちょっとアルコールをちょっと注入する時間みたいな感じにしますか。耳が疲れてきたから休ませる。じゃあちょっと休憩ってことで。聞いたことないですか。
僕はちょっと喋り続けてるんで、沖縄の話ぶっこんできますね。あの去年の夏休み沖縄に行ったんですけれども、漫談見てんの？そうですね、沖縄って何で行ったかっていうと、あ、いらっしゃいませ、お待ちしておりました。ミュージシャンの方とか、ちょっと沖縄民謡でさ、つなげばいいじゃないですか。沖縄民謡できんの？すげえ振りだけどできんの？沖縄の人みたいな顔してるね。帽子取ってどうなってる？ビギンに似てるって向こうでも言われました。ビギンの人や、ビギンの人。僕向こうで飲む機会も何度かあって、現地の人に混じって飲んでたんですけど、全く違和感がなく溶け込んで最初にいて、実は埼玉出身で新潟住んでますみたいな、よく分かんないこと言うと嘘つけみたいな、そんなことないさ、地元さ、どこの島の人間だぐらいのこと言うんだ。予定になかった曲をやります。それでも全然間に合うと思う、はい、ジプシーワンマンタマンマザー Before I was born I got boy chance coming Gonna make your son of God Gonna make you pretty girls Leave it by my hair I just wanna know